よよよよ。え、着いたよ。着いた。着いたよ。フェス、え、着いたよ。日本、着いた。待って、着いた。日本着いた。着いた。着いた、着いた。とりあえずスプラス3着いた。一応前夜祭なんですけど、昨日は着かなかったのに。うわあ、すごい。この世界観めっちゃ好きです。え、待って、本当に少しできるじゃん。すごーい。おぉ。あ、髪型決めれます。とりあえず、三つ編みちゃんにしようかな。あ、待って、前の髪型も選べるのか？これ無理か？これ無理か？君の色、ちょっと白目で、お願いします。目の色は、え、待って、下の初めて見る。何これ？え、でもこれサングラスしてるから分からないじゃん。ちょっと待てよ。これ可愛いな。でも俺今までピンクだったからピンクにしよう。ヘアスタイルも変えれます。男の子にもなれます。いろんなのあるぞ。待って、めっちゃ めっちゃある。これ今まであったスプラ2の髪型だね。で、左側が新しく。こういうの新しいね。でも俺やっぱスタンダードなイカちゃん好きなんだよな。これで。で、眉毛も決める。切れてる。ヤンキー、ヤンキー。昔のヤンキーみたいな。これみんな可愛いんだけど。え、眉毛変えれる？あえて変えない。ボトムスも種類がたくさんあります。まあ、半袖が可愛いかな。半ズボン。これで行きましょう。すごい。もうつけれるよ。待て。君もか。鮭も変えれるのか。鮭の髪型 なんか前歯出て、前歯じゃないや。下の歯が出てるわ。え、こっち向いて。こっち向いて。あ、これがいい。俺これ好き。この、最近の男の子の髪型、センター分けみたいな。これにしよう。よし。君も生かしたやつになりたいか。もうこれ、試し打ちできるんですよね。あ、見て。照準合わせよう。もうできるよ。お、ジャイロの操作が使えます。カメラリセットもできます。こじゃけ待って。こじゃけ待って。これ濡れないな、まだ。あ、ここから、インク移動、イカ移動。待って。待って。待って。すごーい。こじゃけが全部教えてくれてる。なんだ、何を見つけた？これ武器か？もしかして武器じゃないか？お、あ、若葉シューター入ってる。おー。この若葉シューター使ってじゃあ、やっていきますか。うり。これ今までやってきたこの、試し打ちみたいな感じだ。待って、若葉射程長くね？あれ？あれ？若葉射程長いぞ。俺の思ってる若葉じゃないぞ。変わってるのかな？待って、インクタンクの形がペットボトルになってる。待って、よく見るとすごい、いろいろ変わってるよ。待って、かわいい。こじゃけ、こっち。よし、ジャイロが、自分の感度にまだ合ってないから難しいですね。こうやって全部壊して、網も通り抜ける。まあ、スプラ2やってればね、必ずと言ってもいいほどできるほどなので、できることなので。よし。いっぱいあるな。いっぱいあるな。いっぱいあるぞ、この、あれ、バルーン。これ、ボム、あ、ボム出せるんだ。えい、ボム出た。ブラッシュボム。イカ登り？壁に潜りながらビーナーが押し。これか。あ、なるほど。で、一応動けるんだ、これやりながら。壁登り。これが壁登りか。いけました。バンカラ地方。いけました。やった。え、それで行くの？電車で行くの？まさかの。まさか。そんな、まさか。
電車で行ったな、これ。すげえ、もうできますよ、皆さん。ああ、左の人見たことある。左のなんか、深海魚みたいな見たことある。クラゲめっちゃくつろいでるし。俺、電車乗るとき、このイカちゃんみたいにリュック抱え込むスタイルだわ。普通にゴミとか落ちてて、結構、廃れてるな、この街は。おー、やばい。ローディング画面白いんだ。うわ、全員野菜。すごいね。すごかったですね。シャチホコみたいの前にあるし。これできるのか？全員野菜、あ、見て見て見て。ニュースニュース来た、ニュース来た。ふうかちゃん。ふうかちゃんとうつほのニュース。これ見とくか、一応。あ、エイもいる、ごめんなさい、エイもいました。エイさんもいました、万太郎か。万太郎。これフェスのね、合図ですよ。この、地震みたいのが来たらフェスの合図。やばーい。めっちゃ楽しみじゃないですか？グーかチョキかパーなんですけど。まあ、僕はチョキにする予定です。なぜなら、うちの猫ちゃんが、チョキにしてと、手を差し出してきたからです。結構ガチなので。前の動画で、うちの猫ちゃんがチョキに。初期にした動画があるんですけど。俺誰チームだ？あ、エイさんのチームか。万太郎のチームだわ。グー対パー対チョキ。この下の文字はみんな各自で見てください。9時から9時だから12時間しかできないんだよね。楽しみだな。で、6時間後にね、多分その、変わるんですよ。3組のバトル。色が3つで3すくみすごいよな。俺、万太郎、頑張ろう。あ、来た。万太郎の目かわいいよな。エイさん。なんかエイさんって呼んじゃうわ。てか、エイさん喋れてないじゃん。エイしかやってないじゃん。それで伝わる風花ちゃんとかすごいよ。じゃんけんは頭脳戦。つまり頭を使うチョキが最強ってことじゃないかも。頭悪そうなの。あ、かわいい。かわいい。なんか、ビジュアルなんか、巷でやるとそんなに良くないっていう噂聞くけど、まあそれは個人の考えであれ、俺は可愛いと思っております。俺は好きです。今までのイカとタコと違うよね。なんかね、あれっぽい。アクション大魔王、ウツホアクション大魔王みたいな感じ。あ、かわいいですよ。あ、動けるよ、これ。すごいぞ、おみこしみたいのあるぞ。すごいぞ、スプラ3。なんか広くね？広いよ。バンカラー、どこでも行けるじゃん。広い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 。広い広い。広い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 。すげえ。すごーい。待って、すごいしか言えなくてごめん。ただ、いろんなとこあってどこに行っていいのかわからないです。すごい。すごい。本当にすごい。語彙力なくなる。どこまで行けるんだ、これ。高さもいけるの？え、10万倍いける。買えはしないのか。え、これ降りれない？さすがにそれ危ないか。ま、イカ軟体動物だから。おー、すげえ！すげえしか言えねえ！ごめん。どこ見せてやる。相変わらずだな、そういうところは。でも、いいですね。スプラ3の世界が今探索一応できるっちゃできるみたいなので、皆さん、28日まではできると思うので、ぜひとも、先取りでやってみてください。インタビュー場じゃん、ここ。なんかインタビューするときここ使おう。イエーイ。あ、なんかこのゲームのやつじゃん。すげえ、すげえ、本当にすごい。本当にすごいよ。